おお、織姫、それに大神さん、よく来てくれたね。チャオ、パパ。カリーノが来ると聞いたら怪我もあっという間に治ったよ。セリア。カリーノ。セリア。カリーノ。
お前と織姫を残して逃げ出した私には、お前に会いに行く勇気がなかった。いえ違うわ。あなたの優しさは私が一番よく知っています。私や織姫のためにあなたは自分から去っていった。でももう離さないわ。たとえ全てを失ってももう二度とあなたを離さないわ。カリル。パパ、ママ。ええ、私もそう思います。10年以上ずっと会うことができなかったパパとママ、それでもずっと愛し合っていたパパとママ。あなたが大神一郎さんね。織姫から手紙でお話を伺ったわ。織姫の母のカリーヌです。織姫の力になってくれて本当にありがとう。でも織姫は日本の男性を本当に嫌っていたでしょう。どうやって織姫の心を開くことができたの？翔医さん、相変わらず臭いセリフが得意ですね。私にはよくわかるわ。私も聖夜を信じられたから今日まで待つことができた。大神さん、これからも織姫のことを信じていてあげてください。織姫が選んだ男性だもの、きっと素敵な人に違いないわ。織姫、大神さんの気持ちを大事にしてあげるのよ。はい、わかったわママ。さてと、翔士さん、ちょっと来てください。翔士さん、ありがとうございます。それじゃパパ、ママ、私たち上のラウンジにいますから。わかったわ。私たちはここにいるからゆっくりしておいで。さあ翔士さん、行きましょう。Thank you.
少尉さん。私が少尉さんとこうしてパパの絵のモデルになってるなんて、なんだか不思議な気分だわ。私、ママみたいになりたいと思ったで、思ったの。ママみたいに好きな人の前で輝いていられる女性になりたいって。だから少尉さんの前では綺麗な言葉を使うことに決めたです。少尉さん。少尉さん、ありがとうございます。状況はまだ不明よ。他の花組の隊員たちはすでに出動しているわ。二人とも大至急帝劇に戻ってちょうだい。少尉さん、すぐに戻るです。どこのドイツのポテトだか知りませんけど、せっかくパパとママに会えたのに、邪魔する人は私がひっぱたきます。行くのか、織姫。ええ、パパ。お前が信じて進む道だ。お前を止めはしない。だが私の絵はまだ未完成だ。モデルになってもらった以上、完成した絵は必ず見てもらわないとね。必ず大神さんと帰ってきてほしい。あなたはパパとママの大切な宝物よ。わかるわね。はい。大神さん、織姫をお願いします。私からもお願いします。織姫を、織姫を頼みます。少尉さん、ありがとうございます。パパ、ママ、私なら大丈夫。少尉さんが一緒ですもの。了解です。それじゃ、パパ、ママ、行ってきます。